新茶の手摘み体験教室は、子どもたちにお茶への親しみや関心を持ってもらおうと、香川県茶業振興協議会が開いているものです。今日は高松市の栗林小学校の児童およそ180人が参加しました。子どもたちは正しいお茶の摘み方を学んだ後、柔らかい新芽を選んで丁寧に摘み取っていました。香川県などによりますと、今年は新芽がよく成長したため、例年より1週間ほど早く茶摘みの時期を迎えたということです。楽しい。めちゃめちゃすぐに取れるから、なんか取りやすい。飲んでみたいと思う、家に帰って。児童たちは摘んだ新茶を持ち帰り、お茶などにして楽しむということです。